はいどうもこんばんは、マギです。ということで、本日はですね、さっきペットショップにね、コンジュの散歩がてら行ってきましたね。コンジュ初めてペットショップ行ったね。ペットショップなんか、ワンちゃん入っても大丈夫だったんで、お店に一緒にね。だからもうずっとコンジュをね、こう片手にこうやってね、こうやって抱えながらずっと物を選びみたいな感じでしてましたけど、今日買ったやつがこちら、ロイヤルカナンのいつも食べてるご飯でございます。なんかね、病院でまずこれおすすめされたんですよ。ロイヤルカナンのアダルトでいいよって言われたの。この子ね、まだ11ヶ月とかまだ1年ならないぐらいなんですけど、あ、もうアダルトなんだっていうね。で、ミニインドアっていうね、よくわかんないです。まあ、病院の先生がこれ大丈夫だよって言われたから、まあ、これ買ってますって感じですね。で、本当はクパンっていうね、まあ、日本でいうアマゾンみたいなね、オンラインサイトみたいなショッピングサイトあるんですけど、そっちでコンジュのご飯頼んでたんだけど、4日ぐらい前に買っといて来ないと。で、餌が尽きちゃって、昨日慌ててコンビニ行って、コンビニでなんかワンちゃんの餌みたいなのがちっちゃいのがあったんで、それでどうにか昨日は食いつないだんですけど、コンジュでもさすがに届かないから、まあ、大体ね、なんか次の日とかに届くんですよ、韓国。でもなぜか届かないから、まあ、とりあえず慌ててペットショップ行ってこれ買ってきましたね。コンジュのご飯だよー。あとはもうなんかせっかく行ったから色々買おうと思って、まずはおやつ。すごくない？韓国のやつなのにドギーマン売ってあんの。ドギーマンがちゃんと売ってあって、低脂肪のやつを買いました。ちっちゃいやつね。お腹に優しいらしいです。で、ちゃんとここにね、韓国語の表記とか全部書いてあるんですよ。日本のやつが韓国でも売ってるっていうことで楽だなって思いました。これも買って、あとはあのルイちゃん、昨日ね遊び来てたルイちゃんがこれ食べてたんですよ。なんかミルク味のなんかガムみたいな、こう歯ブラシのマークあるんで、これあの歯磨き用みたいな感じの、まあおやつみたいな感じですね。あとはワンちゃんのお手手とかお尻とか拭くムルティッシュですね、ワンちゃん用。これももうすぐなくなりそうなんで買いました。あとはいい感じ、初めて買ってあげたね。初めて買ってもらったお洋服です。かわいいね、かわいいね。買っちゃった、あの子供みたいなひよこのマークでかわいいと思って、これで買ってあげちゃった。親バカです、買ってあげちゃいました。いや、意外とね、昨日の動画も好評で、あの、コンジュだけの動画でもね、視聴者の皆さん喜んでくれたね。トワイスだけじゃなくても、コンジュでも喜んでくれてよかったです。ねえ、コンジュ。人気者ね。みんなのアイドルだもんね。え、コンジュ、着てみる？サイズ合うかな？一応大きく XL 買ったけど、大丈夫かな？どうやって着んのこれ。どっちが上？こうか。こうかな？え、コンジュ。あ、あららら、ら、かわいい。足出して。足入れて。足出して、はい、こっちも、こっちも出して。かわいい、コンジュ。コンジュさん、かわいいな。あ見して、見して、見して。かわいい、ちょっと大きかったかな。ちょっと大きかったかな。見て、もう。はい、コンジュ。はい、上に、上に乗ってごらん。ほら、見して、ほら、みんなに見てって。コンジュ、みんなに見して、ほら。あら、もう。かわいいです。あとはなんかいろいろもらえましたね。なんか毎回そこがねサービスでくれるんですよ、韓国。ああ危ない危ない危ない、コンジ危ない危ない、分かった分かった。餌ってもう分かってんのこの子。ええー、コンジよく言ってね。コンジこれ食べてみる、おやつ食べてみる。コンジあんじゃあんじゃ左あんじゃソンアニソンソンオッケー、コアニアニコンジ、コンジ今コっていうのを教えてるんですよ。コおいしい？どうですか？お口に合います？ガリガリ食べてますっていう感じでね、今日はいろいろペットショップで買ってきました。でさ、ちょっともう多分タイトルとかになってるのかな、私 TWICE のインスタグラム公式デビューしました。イエイ、コンジイエーイ、やったねー。そうなんですよ、あの私の意図しないところで急にね、あの上がったんですよ。しかもね、あのジヨちゃんが昨日インスタに上げてて、多分ワンス関係であげたのかな、なんか、なんて言ったっけ、ちょっと皆さん
の方が知ってるかもしれないけど、多分なんかワンスって名前になった日なのかな、ファンの名称が。でワンス5周年みたいな感じかなんかよくわかんないけどなんかそれでワンスと一緒に撮った写真がジヒョちゃんあげてたんですけど、その中に去年のサイン会のねあったじゃないですか、それの写真をジヒョちゃんがあげてて、だからジヒョちゃんがこう撮ってて、ジヒョちゃんのここに僕の写真ですねやった。はい、ということで、せっかくなんで、去年のね、サイン会の様子とかがね、もう全部僕動画保存してあるんですよ。こっちの方のパソコンのにね、こっちの方の iMac Pro の方に入ってるんで、ちょっとそれをね、ちょっと確認していきましょうよ。さあ、どこですかね。対面のサイン会早く行きたいよ。あ、これあれだ。モモリンにカメラ渡した。お、そこで止まっちゃった。モモリンがカメラこっち向けてるとこで止まってんだけど。あ、来た！ここ！ここです。もう確実にやってます。これだ。めっちゃここ。ごめんしたー。何やってんだろう、俺、こんな。トワイスタグラムデビューした、コンジュやったね。やったやった。コンジュも出たいね。トワイスタグラム出たいね、コンジュもね。コンジュも出たい。どうしよう。どうしようかな。どうしようかな。遊んでほしいな。ねえ、どうしようかなーって。急に出てきてね。ほら、起きたらね、みんなから、もうなんかすごい連絡来てて、あれマーキュリーさん、TWICEGRAM 出てますよ、みたいな。もう昨日もインスタでめっちゃメンションつけられてました。ぜひとも皆さん、見てね、いいね押しといてください。TWICEGRAM のジヒョちゃんのね、3枚目かな ?3 枚ぐらい投稿してて、その3枚目に出てました。はい。ということで、今日はそんななんか、TWICEGRAM デビューしたよーっていう感じの動画と、感じの。かわいいよ、洋服と。なんかいっぱいご飯とかいっぱい買いましたよっていう動画でした。全部でいくらしました、コンジュさん。今回いくらしたの、コンジュさん。55,620ウォンですね。5万ウォンです。コンジュ、ソファーから降りたりとかせんの。あんた足短いからすぐヘルニアとかなるでしょ。はい、ということで、インスタグラムでいい、イエーイ。いや、なんか意図しないところでね。あー、コンジュ、あー、手が来た来た来た。あ、ビスケットマンになっちゃった。あんまりいっぱいお菓子をあげないようにします。お知らせです。明日から予定だった大阪のカップホルダーの予定がですね、遅れます。申し訳ないです。そのこのカップホルダーがですね、韓国の方で作って、それを大阪の方に送ってるんですよ。でその段階でコロナのせいで配送がね、遅れが出てしまって、ちょっと当初よりね、すいません、申し訳ないです。なので届き次第配布、なくなり次第終了という形になるかと思います。また配布期間の詳細は Twitter や YouTube のコミュニティなどで随時報告したいと思いますので、ぜひそちらの方をご覧ください。待ってた人ごめんなさーい。